はい、こんにちは、翔太です。遊戯王マスターデルね、やっていくんですけど、なんか新シーズンになったみたいで、まあ新しいカードが追加されたりとかっていうのは特にないんですけど、あの、シーズンが変わってね、一応前期は僕、プラチナ1だったんですけど、今期は、ゴールド5からになってますね。多分、プラチナになった人はみんなゴールド5なのかな。なんで今期も、また、プラチナ1を目指しつつやっていきたいなっていうのと、でもね、カードプール変わってないから、まあエルドリッチ強いし、やってて僕は割と楽しい寄りだと思ってるから、文句はないんだけど、もうちょっといろいろ使いたいかな。ここ止められたの、ダリー。超ダリー。まあ次エルドリッチ出てくる、考えたサンフセか。破壊されても一応墓地から動けるから。ワンキルが怖い。こっからの。からのワンキルが宇宙で一番怖い。あいつ通信切れてるね。このさ、通信悪い問題、なんかここだけ解消してほしいよね。相手の人が回線が悪いのか悪いのか、ゲームが悪い、回線の良し悪しにあんまり関係なく、普通にゲームが悪いせいでさ、こう接続が切れちゃうのかわかんないんだけど、なんかもうちょっとサクサク進むといいなと思いつつ、まあ、使いたい気持ちがあるところといえば、なんだろう。新しいデッキだったら、なんかドライトロンとか使いたいかな。ドライトロン、電脳、LL 鉄獣、終わった。死にます。4枚で、ワンキルできるかな、相手。できなかったら、まあまあ動けると思ってるけど、2枚伏せれるからね。何投げてくるんですかっていう話だけど、なんか楽になったわ。あ、僕も接続大丈夫だった。ちょ、マジで遅すぎる。テンポが悪すぎる。全部使うよ。いやー、エルドリッチ3枚立てていいな。エルドリックシル。こっち。これで2枚次のターン打てるから、エルドリッチ。あー、でもこっち、1枚はね、切って、コンキスターとかに変えていいかな。分けろか。まあ、効果から動くかな。リクシルはこのターン使わない前提でいいか。そうだね。使わない前提で、ワッケーロ切って、ここ処理して。あー、はいはい。僕が好きなデッキだね、それ。で、エルドリッチから、どうせこれ出てくるの守備表示だから、まあいいんだよね。で、投げて、あ、これワンキルかな多分。さすがにデカすぎるね。まあ勝ったでしょう。バットルフェイズ、ははははは。一応このパターンのワンキルあるんだよね。で、メイン2入って。え、なんでエクシーズできないの？え？あ、エルドリッチしか出せないんだっけ？あー、そっかそっか。そう、忘れてたわ。これの効果だっけ？アンデッドトクモンスターしか出せ、そっかそっか。それがあったね、そういえば。開始のターン考えると、セットしたいのは、どっちだろうな。黄金鏡でもいい。コンキスタドールも、割と悪くない。まあ、次につながることを考えると、コンキスタドールかな。で、ワッケーロも動くから、リクシル。いやー、リソースが尽きねえ。ライトニングストーブで3枚割るってさ、
普通に死にそうになったはずなのに、なんか4枚になってるからね、盤面。マジで枚数が減らないな。相手のスリーブかっこよ、トリシューラ。ブリュネとかトリシューラとかグングニールとか、あの辺めちゃくちゃかっこよくて僕好きなんだけどさ、もうちょっとシンクロ全盛期の時代にこのゲームに生まれてほしかったとか、なんならこのゲームさ、あれだよな、あの1ヶ月おきぐらいにさ、昔のなんていうの、あの一期から始まってみたいなさ、それでこう1ヶ月ごとにね、今に追いついてくるみたいなノリでも全然良かったんだけどね。そうすると、あのそうすると禁止制限もその当時のを踏んでくっていう感じの。サイクロンか、どっち割りに来るかね。コンキスタドールか、それはまあしょうがない。それはそれで面白かった気がするけどね。そうするとシンクロ全盛期時代とか、その前のあのデビルフランケンのワンキルとかね、ああいうのも楽しめたと。楽しめたかどうかは諸説だね。だ割と今は今で僕はエルドリッチ楽しんでるけど、だね、欲を言えばね、あーまあでもこれは言い過ぎか、ちょっと無理だよな、さすがに全デッキのバランスを取るなんて。多分禁止制限はこれ専用のさ、このゲーム専用のになってるからさ、例えばエアーマンが3枚入れるとかって僕にとっては結構異次元なんだけど、あとなんだろうな、そう、各テーマの主要カードがこう制限になってるやつが3枚割と使えるみたいなのがあったりして、それは割とね楽しいかな。そのデッキのフルパワーの状態で全部のデッキが遊べるから、それは結構僕好きなんだよね。なんだろう、それで言うと、あと、あれかな。あ、でも意外とっていうか、どうだろう、そんなにないか。いや、結構ある気がするけどな。大白3枚入れるのとかも結構僕驚きだったからね。で、いくらね、相手がジャンクドッペルで、あの、リソースが続くとはいえ、これ続かないからね。あとはね、あらってね、ジャンクドッペルは僕使って思ったのは、あの、グローアップバルブとダンディライオン禁止っていうのはちょっと辛すぎる。一枚制限でいいからどっちも使いたかったかな。生還の宝札をよこせとは言わないけど、それはね、あの、別の時代のね、強いカードが組み合わさっちゃって、とんでもないことが起きちゃうから、それはそれで、まあいいんだけど、なんかちょっときついかな。それさえあれば多分もうちょっと強かったと思うんだよね。もうちょっとどころじゃなかった気がするけど、あれかな、ハリファイバーかな、一回。たら非チューナーが続かないんじゃない、ハリファイバー投げても3でシンクロはないでしょ。さすがに多分制圧しきったと思うけどな。タツノコ、なんだお前。手札とシンクロできて、はいはいはい、可愛くないこれ。なんか源流族キングドラみたい、ポケモンのジャンクコンバーターはしょうがないね。あ、そう、ポケモンで思い出したけど、ポケモンもシーズンがちょうど月が変わったから、変わるタイミングだったからさ、結構あれだよね、いろいろ登場して忙しくなるね、月の頭は。まあゲームで忙しいって結構楽しいんだけど、それでも相手チューナーだから、これでハリファイバーになっても、あー、手札シンクロか。何投げた、こっちに。ちょっと待って、回線切れた。いや、切れてるはずはないんだよねだって全然切れてないもん。普通にこれゲームが悪いよ、このテンポの悪さ。マジでなんとかしてほしい。まあでもあれだな、なんかせっかくだから、いや結構ね、懐かしいデッキが強くあってほしいみたいなのがあってさ、だから僕はちょうどシンクロのあれだから、シンクロ強くあってほしいなっていうのもあって、まあダンディラインとグロップバルブの話にはなってたんだけど、
まあなんか新しいものに触れないと、触れてってか適応しないとダメだよね。なんかさ、年を取ると保守的になるみたいな言うじゃん。マジでそれになりかけてるよね。新しいリンク召喚とか受け入れられなくてさ、ダメみたいな。当時シンクロの時もそういう人っていたんだよね。でなんか僕まだ当時多分小学生か中学生とかだから、いや意味わかんなくねみたいなさ、その何そのキモいこと言ってんのみたいな。シンクロ新しいし面白いし強いし楽しいじゃんとかって思ってたんだけど、今の多分若い人っていうかさ、そういう人は多分さそう思うわけじゃん。いやリンク召喚いいじゃん、強いし面白いじゃんみたいな。何なんかこうなんていうの、そのねえ、古いものにしがみついてじゃないけどさ、そういう感じなんだよみたいなさ。そう言われるとでもそうだよね。これはエクシーズして殺すか。エグスタフマックスぴったりボーナスかますわ。エグスタフマックスかっけえな。おらー勝った。まあこんな感じでね、今シーズンもなんやかんややってきます。まあエルドリッチ以外もちょっとデッキ作れたら作ってやります。ってことでジージーお疲れっす。